新安城駅は愛知県安城市東栄町一丁目にある名古屋鉄道の駅である。駅番号は NH17。安城市の北部に位置する駅で名鉄名古屋本線、西尾線の接続点に位置する。西尾線の起点にあたり乗り換え客が多く、周辺の市街地下が進んでいることから JR 東海道本線安城駅と並んで安城市で乗降客の多い駅になっている。 1923年に愛知電気鉄道の今村駅として開業。1926年に余熱駅まで結ぶ、ヘッキカイ電気鉄道が開通した。1970年に新安城駅に改称された。橋上加工時中の新安城駅、新安城駅の利便性、快適性を高めるとともに、今後、新安城駅周辺地区でテーマ性のある街づくりを行うにあたり、 安城の北の玄関口としてふさわしい駅にリニューアルする。駅の強情化によって南北の往来に必要な自由通路をバリアフリー化し、いつでも安全に移動できる経路を確保する。現在の駅よりも東側に自由通路と強情駅舎を現在のバリアフリー通路を使いながら新たに建設する。自由通路には上りのエスカレーター、エレベーター、階段を設置し、 バリアフリー化を図る。これに伴い現在の駅施設は廃止する。整備費は概算で、自由通路が6億5400万円、駅舎が25億1800万円で、合計31億7200万円が見込まれている。2018年6月21日、安城市議会定例会において、 掃除業費31億7200万円のうち30億6600万円を市が負担する工事協定締結議案が可決された。自由通路整備費の6億5400万円は市が全額負担する。費用負担について、自由通路部分は道路法第56条に基づく道路の新設として、国が予算の範囲内で2分の1を上限に補助することが、 できるが、近年では、採択率が低く、安城市ではこれを前提にせず、事業を行う。なお、駅舎部分については、第三セクターが建設する場合除き、該当する国庫補助制度は存在しない。また、鉄道施設上空に指導を建設する場合、市が土地を買い取るか、区分地条件を設定すべきであることが、国土交通省の方針で定められている。さらに、 地元の要望等により、自由通路と駅舎の整備と合わせて、行政サービス等を設置する場合は、市が負担する費用の上乗せが必要となる。島式三面六線ホームの地上駅で、橋上駅舎を持つ。かつては地下に改札口があり、現在の橋上駅舎は2010年12月に新設されたものである。ただし、新設当時は、橋上駅舎に階段が設置されておらず、 エレベーター専用の改札口であった。名古屋本線ホームは8両編成、西洋線ホームは4両編成に対応し、1番線の名古屋よりは当駅で行き止まりとなっている。西洋線からの名古屋方面直通は3番線に進入し、名古屋方面からの西洋線直通は名古屋よりの踏切手前から下り本線を平面交差して2番線に入る。 西尾方面へ向かう6両編成の臨時列車が増解決を行う場合、3番線を使うこともあるが、特急を除いた西尾方面へ向かう定期列車は全て4両、または2両のため2番線を使う。西尾線と名古屋本線を分ける分岐器の配置上、3番線に8両編成が停車する場合は、名古屋よりにずれて停車する。なお、 3番線の名古屋寄りに両分は8両編成の停車がないときは柵で閉鎖されている。2番線と3番線の間、東、岡崎、西尾寄りに留置線を有する。発車案内はフルカラー LED 式2段表示。2010年10月7日に設置され、一時動作試験を行った後、10月24日から本格作動した。これにより、ホテ駅、ホッタ駅、 青山駅に次いで4番目にフルカラー LED 式2段表示が設置された。なお、2010年10月23日まではソラリー式2段表示が設置されていた。ソラリー式2段表示は改札口以外はすべて撤去された。西尾線の発車案内は本線のものとは表示の仕方が異なり、1番線と2番線が別々に表示された。かつて西尾方面と 東岡崎方面との臨時直通列車があった頃は上下線とも唯一双方へ出入り可能な3番線を使っていた。2008年6月29日から西尾線にも1200系を使った一部特別車特急が運転されるようになり特急西尾行きが8両対応の3番線に入線するようになった。3.4番線のみ3番線の8両対応に克服され 他のホームより若干広かったが、バリアフリー化工事に伴って2010年に6番線と工事用車両の留置線が移設され、5.6番ホームも拡幅された。同じく時速 120km 区間の途中にある国府駅、新木曽川駅と同様に、本線の構内分岐器は全て男性ポイントである。これにより、上下各枚時2本ずつの快速特急は、 速度制限を受けずに通過する。駅自動放送は種別、行き先の順に読み上げるタイプのもので、1.24番線が女性、3.56番線が男性のアナウンスである。下り線のホームにも男性のアナウンスが使われているが女性、上りが男性。利用客は少しずつ増加しており、2016年に前後駅を2018年には、 高野宮駅を上回った。当駅には、定期ダイヤでは、快速特急は、原則的に停車せず、特急以下の列車が停車する。2021年5月22日のダイヤ改正より、名鉄岐阜駅22時31分発の、豊橋駅快速特急が特別停車するようになった。臨時停車としては、毎年8月に行われる、岡崎城下、家康港、 夏祭り花火大会の開催に合わせて一部の新雲沼駅快速特急が停車するものもある。西尾線内の普通はほとんど当たり駅で折り返しとなる。名古屋本線にも当駅止まりの列車がごくわずかに存在する。当駅を出ると名古屋方面は豊ゥ駅または前後駅、豊橋方面は東岡崎駅まで対比ができないため、当駅で環球接続や 通過待ちをすることが多い。また平日朝は4本が西洋線からの列車と東岡崎方からの列車が当駅で連結する。平日朝ラッシュ時間帯の下りは名古屋方面への速達性を図っていることと、当駅や西洋線から名古屋方面への利用者を急行に振り分けるため、当駅に停車する特急列車は7時台で2本となっている。7時台の1本を除き、 下りの急行は、名鉄名古屋駅まで快適に抜かされない。長時間帯は、西洋線からの乗り換えが多くなるため非常に混雑する。深夜になると、上りの快速特急は特急になるため、停車本数が増える。2003年以前は、下り急行の半数が当駅で特急の通過待ちをしていた。2005年以前の正月に運転されていた。 豊川稲荷駅発着の臨時特急も当駅を通過していた。かつては、河野宮駅と当駅に停車し、国府駅を通過する特急も存在したが、2000年3月21日改正からは、国府駅にも特別停車するようになり、2005年1月29日白紙改正で、当駅とともに特急停車駅となった。このほか 1999年までは西洋線からの直通特急で当駅に停車し、治流駅を通過するものも存在した。北口のロータリー駅のすぐ北を国道1号が走っており、駅周辺にはロードサイド店舗が多く見られる。一方で駅の南には商店が立ち並んでおり、サルビアプラザやアンディショッピングセンターなどの大型商業施設が点在する。駅のすぐ西にある 安城指導との踏切は、交通量が多く、駅を発着する列車の速度も遅いため開かずの踏切になっている。今村駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。